二人の明智小五郎小林少年は不思議な西洋館の門の中へ忍び込んで建物の周りをぐるっと回ってみましたすると裏庭に面した1階の部屋の窓から電灯の光が差していましたのでそっと窓から中を覗いてみますと その部屋にさっきの明智探偵が一人で立っているのが見えました。立派な部屋です。向こうの壁に大きな鏡がはめ込みになっています。高さ1メートル半もある細長い鏡です。明智探偵はその大鏡の前に立って、自分の姿を眺めながら独り言を言っていました。 俺の変装の腕前は大したもんだな。あの小林でさえ見破ることができなかったんだからな。<laughs> 大泥棒が名探偵に化けて宝物の番をしたんだ。さすがの小林も刑事たちもこの手には気がつかなかったて。って。 鏡の中の自分の姿に笑いかけながら大得意のようですそれを聞くと小林君はそっと窓を離れて大急ぎで門の外に駆け出し近くの公衆電話を探してその中に飛び込みましたそしてどこかへ電話をかけるとまた元の西洋館に戻ったのですが小林君のことはここまでにしておいて 今度は西洋館の中の偽明智探偵の方からお話を進めることにします。小林君が公衆電話をかけてから三十分も経った頃です。偽の明智探偵はあの鏡の部屋のアームチェアにゆったりと腰掛けて。タバコをふかしていました。 まだ変装を解かないで明智探偵の姿のままです。この姿でまだ一仕事するつもりなのでしょうか。その時、コツコツとドアを叩く音がしました。偽明智の部下の者かもしれません。入りたまえ。偽明智はゆったりとして答えました。 ドアがスーッと開きました。そしてそこに立っていた人は、ニセアケチが、あっと言って椅子から立ち上がりました。ご覧なさい。ドアの外に立っていたのはアケチ探偵だったのです。部屋の中にもアケチ探偵、ドアの外にもアケチ探偵、顔から洋服からそっくりそのままの人間が二人。 向かい合って立っているのです偽明智は自分の姿が鏡に映っているのではないかと思いましたしかし大鏡はドアの横の方にちゃんとあるのですそしてそこにも自分の姿が映っているのです明智探偵が3人になりました自分とドアのところに立っているのと鏡に映っているのと合わせて3人ですははははは 驚いているねだが君は実に変装がうまいね僕だってそこにいるのは自分じゃないかと思うくらいだよ。<laughs> 本物の明智探偵がゆっくり部屋の中へ入ってきました。き、君はどうしてここへ偽物はす かりりをを抜かれて、はっきき口を聞くこともできません。小林だよ。君は赤森さんのうちから小林を追い返したそうだね。僕は今までそんなことをした試しがないから小林が疑ったのだ。賢い少年だからね。そして君の後をつけたのだよ。 僕は今夜8時30分に東京駅に着いて、すぐ事務所に帰ったのだが、そこへ小林から電話がかかってきた。その小林がこの家を教えてくれた。それで、偽の明智探偵に会うためにここへやってきたというわけさ。<laughs> 本物の明智探偵はそう言って右手をポケットに入れました。 偽明智も右手をポケットに入れています。<laughs> ポケットから手を出したまえ。ピストルなら僕も持っているんだからね。うん。飛び道具はよそう。話せばわかることだ。偽明智はやっと決心がついたらしく、もう平気な顔になってポケットから手を出しました。 本物の明智もピストルを離して手を出しニコニコしながら話し続けるのでした夜行人間とはうまく考えたねあの君の悪い顔で脅かしておいて泥棒をやるなんて君でなければ思いつかないことだよそれじゃあ君は俺の秘密を何もかも知っているというのか 偽明智がふてぶてぶしく尋ねますうん知っているこの前の杉本さんの水戸物を盗んだ事件も今度の赤森さんの迫力を盗んだ事件もすっかりわかっている僕は旅行をしていたが新聞を読んで大方は察していたそして今夜帰って事務所の者から詳しい話を聞いたのですっ かりわっってしまったふーんそうかさすがは名探偵だなよろしい君の話を聞いてやろうだがこの部屋は落ち着かないもっと奥の部屋へ行こう居心地のいい部屋があるんだ <laughs> どこへでも行くもうこの建物は大勢の警官隊に囲まれている頃だからね 小林が警視庁の中村警部に知らせて、その手配をしたのだ。だから、君が僕をごまかして逃げ出そうとしたって、逃げられるはずはない。どこへでも行く。さ、案内したまえ。ふーん、よく手が回ったな。よろしい。俺も今更逃げ隠れはしない。じゃ、 こちらへ来たまえ。偽明智はそう言って先に立ってドアの外へ出て行きました。廊下を一つ曲がった奥まったところに、こじんまりした綺麗な部屋があります。二人はその中へ入って向かい合って立ちました。その部屋には窓というものが一つもありません。 たたった一つのドアには偽明智が中から鍵をかけましたですからその部屋は完全な密室になってしまったのです魔法の種さあ聞こう君がどこまで俺の秘密を知っているか話してみたまえ。 偽明智は立ちはだかったままあざけるように言うのでした夜行人間には君が化けることもあるし君の部下が化けることもある夜行塗料を塗ったビニールのシャツとズボンを履くのだ顔や手には直に夜光塗料を塗る目には赤ガラスのメガネをかけそのメガネに豆電球をつけて 真っ赤に光らせているのだろう口の中にも豆電球を入れて火を吐くように見せているのだ。その電球は細いコードでポケットに入れた乾電池につながっている。<laughs> これは僕の想像だが多分間違いないだろうえどうだねうん。まあそんなことだ。 で夜行人間が空へのるのは高い木のてっぺんから綱を下げてそれをのるのだ夜だから綱は見えないそしててっぺんまでのって黒いシャツとズボンをはき顔は覆面で隠してしまうすると何も見えなくなるてっぺんで姿が消えるので 空中へ飛び去ったように見えるのだよ。うんその通りだ。ではどうして仏像や迫力を盗んだのかそれを言ってみたまえ。夜行人間は閉め切った部屋の中へ入れるはずがない。だからあいつは窓の外をうろついたばかりで物を盗んだのではない。盗んだやつは。 別にいるのだ。まず、杉本さんの書斎から水庫物を盗んだやり方を言うと、あの水庫物はもともと、君のものだったのだ。え俺のものだったってそうだよ。杉本さんと君とは、同じ人間だったのさ。えなんだって 君は変装の名人だ。誰にでも化けられる。君はいろいろな人間に化けて、方々に家を持っている。ここのうちには、伊達五郎という表札が出ているが、君は伊達五郎という人間になって、ここに住んでいる。それと同じように、君は杉本という人間になって、世田谷のあのうちにも住んでいるのだ。 そして夜行人間に狙われたように見せかけて、君は自分の仏像を自分で盗んだのだよ。あの時、あの部屋は密室になっていた。誰も入れるはずはない。部屋にいたのは君と小林だけだった。夜行人間は窓の外をうろうろしていたけれども、部屋の中へは入れない。 盗んだののは主人の杉本。すなわち君だった小林が窓の外の夜行人間に気を取られている隙にあの小さな仏像を内ポケットにしまい込んだそして夜行人間に盗まれたように見せかけたのだ夜行人間が幽霊のように締め切った部屋へ忍び込めるということを 世間に見せつけたのだそうしておけば今度他人のものを盗む時にもやっぱり夜行人間の仕業だと思わせることができるからね今夜は君は僕に化けて赤森さんの美術室に一人でいたドアには中から鍵をかけ刑事たちが入ってこないようにしておいて君は一人芝居をやったのだ 夜行人間が部屋に入ってきて君ととっくみ合っているように見せかけたのだ。ドスンドスンと音をさせたり、うめき声を立てたりしてね。みんなが心配してドアを破って部屋に入ってきた時には夜行人間にやられたようにして倒れていた。その実君は五つの迫力を方々のポケットに一つずつ入れて倒れていたのだ。 ちゃんと、盗んでしまっていたのだ。そして、名探偵明智小五郎が大失敗をやったということにして、こそこそ赤森さんの家を逃げ出したというわけさ。僕こそいい迷惑だ。僕は夜行人間ととっくみあって、気を失うような弱虫じゃないからね。うーん、偉い。 何もかも君の言う通りださすがによく見破ったそれじゃあもう一つの秘密も君はとっくに感づいているのだろうね偽明智はそう言ってじっと相手の顔を見つめましたどちらがどちらと見分けのつかないほどそっくりの二人の明智探偵が 立ちはだかったままお互いの目を見つめ合っていましたたっぷり1分間ほどもそうしてじっとにらみ合っていたのです無論知っているしばらくして本物の明智探偵がにっこりして言いましたそして彼の右手がスッと前に伸びたかと思うと 真っ向からニセ智の顔を指さしました。君は四十面相だ。その前の名は二重面相と言ったね。ピシッ。無知を打つような鋭い声でした。ふん。で、俺が四十面相なら、どうしようというのだ。警察に引き渡すのだ。 さっきも言った通りこのうちは警官隊に取り囲まれている君はもう絶対に逃げることはできないのだハハ <laughs> いよいよ袋のネズミというわけかだがね明智君はたは度々こういう目に遭っているその度に奥の手が用意してあるかもしれないぜ 警官隊。ハはははは、痩せ我慢は吉田前。ほら、聞こえるだろうドアの外の廊下に大勢の靴音がする。警官隊がやってきたのだ。五人や六人じゃない何十人という警官がこの家を取り巻いている。そのうちの一体が。 ここへやってきたのだ明智の言葉が終わらないうちにどんどんとドアをたたく音がして明智君、ここにいるのか僕は中村だ犯人は大丈夫かドアの外からかすかな声が聞こえました警視庁の中村警部です警部が大勢の部下を連れてやってきたのです大丈夫だ この部屋には窓がない。出入り口はそのドアばかりだ。ドアの外で見張っていてくれた前、今に犯人を引き渡すからね。明智が大声でドアの外へ呼びかけました。なッははははは面白い。俺は袋のネズミだね。なッはははは さすがの四十面相もとうとう名探偵の罠にかかったというわけか。ところがね明智くん今も言う通り俺にはまだ最後の奥の手が残っている。それをお目にかける時が来たようだね。 四十面相はあくまでふてぶてしく笑い飛ばしています。一体何を考えているのでしょう。その時、妙なことが起こっていました。本物と偽物と二人の明智探偵の立っている部屋が、かすかに揺れ始めたのです。おや、地震のようだな。明智探偵が言いますと、 四重面相はまた笑い出しましたうーん地震だあははははは愉快愉快俺は地震が大好きだよこの地震が俺の救い主なんだからなあははははは地震で家が壊れたら逃げ出せるという意味でしょうか ししかしそんん。なに強い地震ではありませんごくかすかないつまでも続く長い地震です明智探偵はドアに背中を向けて部屋の奥にいる四十面相を油断なく見つめていました何か変な真似をすればすぐに飛びかかる用意をしながらじっと見つめていました ドアの外の廊下には、中村警部を先に立てて、十名ほどの制服警官がひしめき合っていました。ドアには鍵がかかっているので、中から明智探偵が開けてくれるのを待ち構えていたのです。もう開くか、もう開くかとみんなの目がそのドアをにらみつけていたのです。何をしているのでしょう。明智はなかなかドアを開けてくれません。 中村警部はしびれを切らしてまたどんどんとドアを叩きながら声をかけました明智くん早くドアを開けてくれたまえおい明智くんどうしたんだ耳をすましても何の答えもありませんおい明智くんどこにいるんだ返事をしたまえ いくら怒鳴っても部屋の中はシーンと静まり返って何の物音もしないのです中村警部は心配になってきました拳を握ってドアをめちゃめちゃに叩き続けましたしかし何の答えもないのですどうしたんだろうおかしいぞよし仕方がない君 このドアへ体でぶっつかって破ってくれたまえ。とうとう決心して部下に命じました。一人のがっしりした警官が前に出て、私がやりますと言いながらドシンとドアに体をぶっつけました。ドシン、ドシンと2、3度やるとドアの板が割れ、蝶つがが壊れて大きな隙間ができました。 中村警部はそこから部屋の中を覗いてみましたがあこれはどうしたというのでしょう5坪ほどの狭い部屋の中は全く空っぽでした人の隠れられるような場所もないのですああ本当の明智探偵と偽物の明智探偵は一体どこへ行ってしまったのでしょう君たち。 ピストルを出してここに見張っていてくれたまえ二人だけ僕と一緒に中へ入ってみよう人間が煙のように消えてしまうなんて考えられないことだどっかに隠れているに違いない探し出すんだ中村警部はそう言って先に立ってドアの隙間から中へ入っていくのでした 大秘密それと同じ時でした部屋の中には明智探偵と明智に化けた四十面相とが向かい合って立ちはだかっていました四十面相は部屋の奥の方に明智探偵はドアに背中を向けてじっとにらみ合っていたのですおやなんだか変ですね。 中村警部が隙間のできたドアから部屋の中を覗いた時にはそこにはは誰もいなかか。ったではありませんかそれなのにその同じ時に明智探偵と四十面相はちゃんとそこに立っていたのです作者がデタらめを述べているのでしょうかいや決してそんなことはありません両方とも本当なのです。読者の皆さん これは一体どうう。ししたわけなのでしょうそんなバカなことはありっこないと考えるでしょうねところが実際そういうことが起こったのですお分かりですかよく考えてみてくださいそこにはびっくりするような一つの秘密があったのですさっきまで揺れ続けていたあの地震は いつの間にかぴったりと止まっていました。どこかでかすかに人の叫ぶ声がしたようです。それからドシン、ドシンと何かがぶつかる音。メリメリと板の割れる音。しかしそれがひどく遠いところから聞こえてくるのです。さすがの明智探偵も、それらの物音が何を意味するのか悟ることができませんでした。 その時偽明智の四十面相は何を思ったのかつかつかとドアの方に近づいて持っていた鍵をドアの鍵穴に差し込みましたおい、君は何をするのだ。明智探偵が驚いて尋ねますと四十面相はあざ笑って部屋の外へ出るのさもう君の顔も見飽きたからねえ なんだってそのドアの外には警官隊が詰めかけているんだぜ君はそこへ出て早く捕まりたいというのかうん俺は捕まりたいんだよだが残念ながら捕まりっこないね俺は魔法を心得えているんだからね <laughs> じゃあ あばよそう言ったかと思うといきなりドアを開いて外に飛び出しまたパタンとドアを閉めてしまいましたそれがあまり素早かったので明智探偵はうっかり部屋の中に取り残されたのですしかし慌てることはありません。外には警官隊が見張っているのですから四十面相のやつたちまち捕まってしまったに違いありません。 その様子を見ようと思ってドアを押しましたが外から鍵をかけたと見えてびくとも動かないのです明智は「親?」と思いましたなんだか様子が変ですいきなりドアを叩いて外へ声をかけました「中村君、今外へ出たやつが犯人だ僕とそっくりの顔をしているが偽物だ」 おい中村くんそいつは怪人四十面相だ分かったかところが外からは何の返事もありませんしーんと静まり返っていますいよいよ変です廊下には大勢の警官がいるのですから取っ組み合いの音が聞こえてくるはずですそれがまるで死んだように静かなのは 一体どうしたわけなのでしょう。こちらは中村警部の一帯です。ドアを押し破って、警部と二人の警官が部屋の中へ踏み込みました。簡単な椅子とテーブルと、部屋の隅に飾り棚が置いてあるぐらいのもので、どこにも人間の隠れられそうな場所もありません。 中村警部たちは狐につままれたような気持ちでぼんやりと部屋の中を見回していましたすると突然部屋の中が真っ暗になってしまいましたあ停電だ外の廊下からも警官たちの声が聞こえてきました廊下の伝統も消えてしまったのですあたりは真の闇でした その時です。部屋の隅の天井の近くに、ぼーっと白く光るものが現れたではありませんか。人間の頭ほどの大きさの丸いものです。それに真っ赤なものが三つついていました。二つは目、一つは口です。大きな真っ赤に光る目がじっとこちらを睨んでいました。 耳まで裂けた口が今にも火を吹きそうに赤く燃えています。はあ、夜行怪人だ警官の一人が震え声で叫びました。<laughs> <laughs> 身の毛もよだつ笑い声。夜行怪人が笑っているのです。かまわないピストルだ 闇の中から中村警部が怒鳴りました。二人の警官のピストルが恐ろしい音を立てて赤い火を吹きました。空中の白く光る顔がぐらぐらと揺れました。確かに一発は命中したのです。しかし怪人は平気です。えへへへへ,へとものすごい笑い声を立てて、真っ赤な目を向いた顔がさーっとこちらへ飛びついてきます。 またピストルが火を吹きました。しかし、相手は平気です。めちゃめちゃに空中を飛び回りながら、君の悪い笑い声を立てているのです。怪物はピストルの弾が当たっても死なないことが分かりました。お化けは死ぬということがないのかもしれません。誰か懐中電灯を持っていないか中村警部が大きな声で怒鳴りました。 その声に応じて廊下からパッと光が差してきました。三人の警官が懐中電灯をつけてこちらへ入ってくるのです。その三本の光が夜行怪人の飛んでいる天井に向けられました。おや何にもいないではありませんか。さっきまで赤い目を向いて飛んでいた怪物の顔がもう影も形もありません。 どこかへ消えてしまったのです不思議はいよいよよ加わるばかりです。さっきは明智探偵と四十面相がかき消すように消えたかと思うと今度は夜行怪人の首がなくなってしまったのです銀色に光る首の下には無論黒いシャツで包んだ人間の体があるはずですその体もろとも消えうせたのです窓のない部屋 たった一つのドアの外には警官隊が頑張っています。ですから逃げ道はどこにもないのです。一体どうして消え失せたのでしょうか不思議に次ぐ不思議。ここはまるでお化け屋敷です。